おせっかくだからね、お礼しようかなと思って。何それ、めっちゃ怖いんだけど。どうもこんにちは、ひとつま専門チャンネルのあきです。つむじかぜとですね、今回とある夫婦のね旅行にお邪魔しまして、とあるね社畜ライダーがいるんですけど、家族旅行にね行く予定が急遽休日出勤になって仕事になってしまったみたいで、仕事がね終わってからじゃないといけなくなってしまったということで、代わりになんか俺が来るまで家族旅行一緒に行ってくれないみたいな、頼むっていう連絡が来たんですよ。もう私はまあなんかアッシーじゃアッシーみたいな。でまあコラボっていうか、まあ一応コラボなのかな、一応コラボ。動画撮ってきたんでね、そちらをどうぞ。のぶみさんの奥さんです。今ご飯中。のぶみさんから何日か前に連絡あって、休日出勤になっちゃったから家族旅行途中からしか行けないから、アキも来てみたいな感じで。そうそう、ごめんね、ほんとマジで。あ、全然大丈夫。ちょうどさ、コラボ動画撮りたいなと思ってたから。旦那と？いや、まあ、旦那いらないか。パパ好き？パパ好き？あ、好き？ってことで、銀さんの奥さんと動画撮ります。イエーイ。かわいすぎるんですけど、お母さん大好きです。バイバーイ。そうそう、なんか軽井沢の方にさ、行くって言ってたけど、そうそう、ざっくり何をするよっていうのは聞いてて、今日さ、軽井沢の街の中をブラブラちょっとしようかなと思ってて。いいね。さ、旦那はいないけどね。旦那といない方がね、ブラブラできるからいいんだけどね。とか言うから、何をするにしても、あいつに気を使うのがさ、どうもね。やっぱいなくて大丈夫だね。平気。そういえば今日さ、泊まるところってさ、前アキがおすすめしてくれたさ、前泊まったとかって言ってたところ、家族風呂があるっていう大きいお風呂、あれね、あそこいいよって言ってたからさ、言った。2回目になっちゃうんだけどさ。全然いいよ。おはよう。寝起きだから何も喋んない。かわいい。パパが来たらパパ嫌いが始まるから元気になるかも。逆に。そうそんな感じで行きますかね。行きましょう。ご飯屋さん着いたんで行きました。行きましょう。その遊びが、ハートの中にブーを通すっていう謎の遊びが始まった。美味しそう。どうでしょう。美味しいですか。はい。メガネが臭いってあんま聞いたことないけど。どういう匂いするのメガネ。臭い。嫌いとかそういう風な感じの。嫌だみたいな、そういう感じの。全部臭いなね。ああ。実食。ハンバーグめっちゃうまい。あっぷデザート的なの食べる？あ、食べたいね、やっぱ。飯食べたから。食べただよ。ね、食べるよね。アイスじゃん、アイス。アイスより雪に夢中。発見しちゃった。ちょっと一貫だけ食べる。一応。赤身だね。私はなんかいいところにやつ。実食。うん。うん。最高に。最高に。うん。ごちそうさまでした。
チョコレート買いました。それ何ですか？何ですか？デイジーはブーです。かわいい。この目やばい。かわいいね、でも。かわいいよね、これ。ブーです。ブーが出た。プリン買いました。これからコテージ行きます。後で食べよう。そう、後で食べよう。かなり広いです。いいね、やっぱり。やっぱファミリー用だから。広い。2階広い？おお、あ、すごい。めっちゃ広い。想像以上に広い。すごい。あ、本当だ。すごいね。もうやりたい放題。光すご。めっちゃ光ってる。エフェクトかかってる。え、こんな感じです。こんな感じで。何？あそこに。いろんなここ行ったね。なんかでも疲れたね。結局移動距離もあるし、うん、いっぱい歩いたし楽しかった。お礼言いました？ちゃんと。またその流れになっちゃって。ありがとうじゃなくてさ、なんだっけ？あ、なんだっけ？なんだっけ？ありがとう。ありがとう。何それ？でもね、秋も疲れたしだいぶ。ほらの相手。まだまだこれからでしょ。そうだね。これからし。マッサージとか呼んだことある？ないない。お店に行ったことあるんだけど、呼んだことないんだけどさ、呼んでみないじゃん。呼んでみないじゃん。あ、いいね。あ、いいね。ちょっとやってみようか。うん。呼んでみよう。呼んだことないんだけど。交代のタイミングいってください。私ちょっと見てますね。子供たち抱っこしてるとどうしてもなんか肩周りが、うんうん、すごかったもんね。うんすごい気持ちよさそう。うん、これ最高だ。終わった後多分違うんじゃない？起き上がった時とかさ。私めっちゃ柔らかい。脂肪だらけっていうね。めっちゃ気持ちいい肌が。見せ物マッサージ今足やってる。どうですか奥さん。いいですね。いいですか。え、でも秋も普通にうまいね。嘘。いる。足が痛い。結構痛い。強い。あ、ここですね。痛い。でもこれね、寝ちゃう気持ちわかる。寝ちゃうのよ。うん。どうしたの笑い始めちょっと弱めでお願いします。何？あ、痛いな。痛い。それはやばいぞ。それはやばい。痛いです、これ。あのピンポイントで来るのは。痛い。え、なんで？目の感じが多いんで。あ、そうなんですね。そういうとこが疲れてる人は、足裏より。めっちゃ痛い、こっちの方が。気持ちよかった。もう最高だったね。どう？ね、だいぶね、肩周りがさ、回るもん。あ、動くようになった。そう、回んなかったの。なんかまたこういう機会やったら、うん、そうだね。呼ぶ、うん、本当にね、ありがとうございました。あ、全然。でもさ、ちょっとさ、物足りなくない？いや、結構やってもらったけど。そう？うん、せっかくだからね、お礼しようかなと思って。え、マジ？やってあげようかなと思って。どういうこと？それめっちゃ怖いんだけど。ちょっと足寝てみて。なんかすごいグイグイくる。寝ればいいんだね。そう。いきなり足が変。ね、怖いよ。そうね、怖い。じゃあちょっとやるね。怖い。ああ、
さ、そんな痛くないと思って絶対普通の棒じゃないでしょ、これなんか痛いもん。これこれ、もう遅くなってるから、ここ今ので目覚めた。もうちょっとやる？いや延長する？いや、いい、この延長はいい。マッサージさん、延長するからもうやばい、人妻パワーやばい。まさかの襲撃されました、とどめが一回着替えます。出張マッサージめちゃくちゃ良かった、また呼びたいと思います。よいしょ。カビもいるんだ。うん、カビね、みんな選べる。お姉ちゃん持ってる、あれタッチのこれ。あ、来た、パパ来たよ。寒いんだから早く閉めてよ、寒いんだから早く閉めてよ。ねえ、これにちな、お姉ちゃん、これにちなよ。似てる。うん、私だ。あ、マリオのやつ、うん、みんなでゲーム撮影結構やっちゃったからさ。アルレット、うん、別に大丈夫だからね。じゃ待って、終わった。うん、もう結構経ったよね、うん、先日だいぶ遊び尽くしたからさ。ねえ、これにいったら、お姉ちゃん、これにするか。え、もう終わり？もう終わりは？いや、大丈夫。すんごい通学？え、何の風したの？なんかランチとか行って、ね、で、さっき、うん、出張マッサージ呼んだね。出張マッサージ？うん、すごいよかった。おめだったの？うん。男？俺以外の男が俺の体を持ち出すんだろ。何を言ってんだこいつ。ちょっと行ってきてる。行ってくる、ちょっと。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。全然来ないからさ。俺は仕事だからしょうがない。こんなに時間かかんないって言ったけど、結構もういい時間で。もう夜だよ。うん、夜になっちゃった。休日にさ、うん、仕事入れるなんてね、そっちの方がさ、悪くない？え、なんで？個人を忍ぶと思うんで喋るな。もうなんて言ったか分かんなかった。意味分かんない。行くわ。おやじ、じゃねー。そういうこと言うなよ。引き止めんだよ、これは。行かないでだろ、そこは。お父さん行かないで。もうじゃねー。待てよ。じゃあもう俺行くわ、ちょっと。じゃねー。いつも通りだ。っていうか、うん、俺の電話本当にあれでおしまい？うん、もう大丈夫。あれでいいの？え、大丈夫じゃないもん。俺出演時間1分以内で終わんね。だって遅いし、十分あの撮ったから楽しかったです。概要欄にさ、のっきーさんのチャンネルリンク貼っとくから。どれでも、うん、いいでしょ。お疲れ様でした。食べよう。いいチャンネルだな。